今回はですね、ツーリングの時にですね、使う夜間をですね、購入しましたので、それのご紹介です。11月、12月と入院をしまして、体調の方も少しずつ良くなってきまして、ツーリング出かけたいなと、コーヒー釣りに行きたいなと、ラーメン釣りに行きたいなというふうに思っています。でその中で、空波チャンネルさんの方で、いろんなところで茶を立てるシリーズをやってまして、お抹茶を立てるのに、夜間をですね、お持ちになられて、そこでお茶を立てると、茶を立てるというシリーズを拝見していて、夜間がですね、アウトドア用であるということで、空波さんのお持ちになられているものとはちょっと違うんですけれども、私なりにですね、コンパクトでできやすいものということで、今回商品を決めました。そして購入しました。それがですね、キャプテンスタックさんのケトルクッカーというものになります。これは夜間機能もさることながら鍋機能もありますと。そしてこのご覧のようにちっちゃいということで、この商品を選んでみました。ちょっと開けてみたいと思います。ここはあれですね、日本製ですね、じゃあ開けてみます。これはどうやって開けるの？なるほど、ここにネジがありますね。これネジを回してということですね。取れました。なるほどなるほど、そういうことか。これってコンパクト でこの状態でネジを締めてしまえば、ちょっとリュックに入れておいても蓋が取れるということがないですね。そしてこれを上げた状態で、お湯を沸かすといいますか、ここにお水を入れて蓋を閉めて、バーナー、ストーブにかけてお湯を沸かすと。でお湯が沸くとこの状態でカップに注ぐということができますね。であとですね、クッカーということで、これの特徴はこのレジのちょっと車でよく分からなかったんですけど、これ反対側にしてですね、セットすると鍋として使うことができるということで、一石二鳥の、ちょっとしたちっちゃい、これぐらいしかないものですけども、使うことができます。ですからとですね、ちょっと聞くところによると、チキンラーメンであればそのまま入る。で普通のインスタント麺の場合はちょっと割って入れないといけないかなということのようです。しかしなかなか便利な商品ではないのかなと思います。これからですね、釣りに行く時にはですね、バーナー、ストーブと一緒にこれも持っていければなというふうに思っています。ちょっと前回ですね、鍋セットを購入しましたけど、結構かさばったりとか、しまい方が不便とか、いろいろありましたけども、これだとここにちょうど注ぎ口もあってですね、一番使いやすい感じがします。はい、以上ですね、キャプテンスタックさんのケトルクッカーのご紹介でした。それではまた見てください。さよなら。
また見てや。ほな、さいなら。